モバラ市立図書館は、千葉県モバラ市にある公立の公共図書館である。JR モバラ駅南口に隣接する南総サンベルプラザ6階に2014年7月20日に移転開館している。施設として利用されているのは6階の一部、2175平方メートル。一般書、自動書、CDDVD、郷土資料、参考資料などを開花している。研修室、 授乳室、飲食コーナーがある。パソコンの持ち込みは可能だが、インターネットへの接続はできない。貸し出しのための図書館カードは、茂原市在住、在勤、在学者及び、調整群在住者のみ、発行可能となっている。本館のほか、市内の以下8施設で共通して利用できる。1952年に合併により、茂原市が誕生したことを機に、茂原市では、 私立図書館設立の要求が高まった。この頃、千葉県立中央図書館では、20日でいつ赤月館長が、県内各地に図書館を育成するため、県立図書館の文館を、各地域の中心市町村に、市町村立図書館と併設の形で設置する、という事業を進めていた。茂原市側は、県当局に、市立図書館の新設と文館の併設を申請し、 これが受け入れられたため、1954年1月18日、千葉県教育委員会と茂原市教育委員会の間で、千葉県立中央図書館の文館設置に関する覚書が交換された。建物としては、茂原市立茂原小学校の東隣、茂原市茂原605番地にあった、千葉県立茂原農業高等学校の旧校舎が再利用されることになった。 6月30日、茂原市議会は、茂原市公民館設置条例を可決し交付した。7月13日、茂原市公民館付属図書館として開館。11月10日より、考え貸し出しを開始した。1959年4月6日、茂原市立図書館設置条例が議決、即日交付され、茂原市図書館と解消し公民館から独立した。 1961年10月1日、図書館設置条例改正により、図書館協議会が設置される。1965年4月1日、読書センター制度発足。1966年4月、千葉県立中央図書館調整文館の職員が、茂原市職員に移籍。10月1日、それまで市長が兼職していた官庁職が、専任職となる。 1967年6月1日、併設されていた茂原市公民館が新築移転したため独立館となる。1972年8月3日、茂原市八十二の旧の一宮川沿いに新館の建設を開始した。加藤設計事務所が設計、熊谷組が施行。鉄筋2階建て。 建築面積1053平方メートル、延べ床面積2023平方メートル、収容可能冊数7万冊。1973年3月22日、新館移転のため休館。4月1日、茂原市立図書館と解消。5月1日、新館に移転し再開。1979年11月7日、茂原市総合市民センター図書室開設。 1985年7月15日、東部大文化会館図書室開設。1987年3月31日、千葉県立中央図書館調整文館が廃止される。12月17日、千葉県東方沖地震のため初夏が倒壊するなどの被害を受け、1週間の臨時休館となる。1988年4月1日、電算システム導入。 8月1日、レコード CD の貸し出しを開始する。1989年8月1日、集中豪雨により、市宮川が氾濫し、1階が浸水被害を受ける。資料には、被害がなかったが、コンピュータの冠水や床面の清掃などのため1週間の臨時休館となる。1996年9月24日、台風17号により、市宮川が氾濫し、 再度の浸水被害を受け10日間の臨時休館となる。2002年9月1日、図書館ホームページ開設10月15日、茂原市が茂原駅前の茂原駅南口再開発ビル6階のワンフロアを借り上げ、茂原駅前学習プラザを開設した。学習プラザには、図書室の他活動室、会議室、 多目的ホールなどが設置されており、図書館と共通の図書館カードが利用できた。これに伴い、総合市民センター図書室は8月23日に、閉室している。なお、サンベルは1992年に完成し、モバラ素行が入居していたが、2000年に閉店し、以来、大部分が空きビルとなっていたものである。2013年10月16日、 台風26号による水害で一宮川が氾濫1階が浸水被害を受ける。最大で床上30センチメートルまで浸水したため、本棚の一段目にあった書籍や蔵書管理機器、インターネット関連機器などが水没し、使用不能となった。この被災により、10月28日まで休館を余儀なくされたのみならず、書籍、CD 等、 1> 約1万5000点が廃棄処分となった。なお、被災当時、図書館長は携帯電話の電話を切っており、市教育委員会からの緊急連絡に気づかず、職員に対して適切な指示を出さなかったとして、市教育委員会は12月18日に職務怠慢で、言及2月の懲戒処分とした、と発表した。この被災に加え、以前から建物の老朽化が、 問題になっていたことや、過去にも水害で被災していることもあって、茂原市は移転計画を進め、11月26日、市立図書館をサンベル6階の茂原駅前学習プラザに移転する計画を明らかにした。2014年3月、茂原市議会での議決に基づき、図書館流通センターを図書館の指定管理者に指定、3月31日、 移転準備のため図書館を閉館。これに伴い、茂原駅前学習プラザは廃止された。7月20日、サンベル6階に移転開館。2015年6月1日、DVD の貸し出し開始。ありがとうございます。